今までの売り上げがいくらぐらいだったのか。福場店が150くらい、150万、じゃあまあ、ごめんね、ちょっと言葉を選ばせて言うと常に赤字っていう感じかな。 で、ね、はい、で、1ヶ月経ちました。はい、はい、じゃあ発表をでんです。ありがとうございます。年間こんにちは。ということでカズ、はい、今日はようやく、はい、豚と油、はい、オープンして1ヶ月が経ちましたですね。ようやく1ヶ月経った。いろんなことがありましたね。そんなことあった。やっぱね、この1ヶ月ね、りな、はい、ちゃんも頑張ったし、はい、それから加藤君も具合悪い中も出れる時は出たりして頑張ってきたんだけど、はい、あのやっぱりね、オープンしてしばらくってこう味がこうなったりするから、はい、そこをやっぱ俺らもね、はい、どう安定させるかとか、もうちょっと味を向上させるためにはどうしたらいいかってことをいろいろ指導しながら、はい、一緒になってね、やってきたし、りなちゃんの弟分の慎太郎っていうのがいるんだけど、はい、その慎太郎がさ、はい、またりなちゃんが実家のことを仕事やらなきゃいけないときは慎太郎がまあよく育って、慎太郎がりなちゃんの代わりに一生懸命やって、姉さん姉さんって言いながら一生懸命頑張ってるわけよ、あいつも。あのいい子ですね。そうだから最近若いのにね、そうなんか久しぶりに見るいい子ですね。だよな。だから慎太郎と最近やる方が多いじゃん。そうそう、だからもう慎太郎にいろいろもっとこうしろもっとこうしろとか言いながら、まあ一緒になって切磋琢磨してやってきたんだけど、はい、まあついね先日またちょっと味変えたじゃない、はい、だからそれをちょっと今日味見をするのとともに皆さんに1ヶ月目の売り上げがいくらいったかっていうのも発表したんですか。発表しようと思って今日はやってきましたと。気になる。そう、気になる。ということでじゃあ早速、はい、行ってみよう。まず味見を兼ねて、はい、はい、行ってきます。はい、でね、カズ、はい、ちょっとこの前変えたやつと、はい、今日ちょっと試食してみるんだけど、はい、試食の時によく勘違いしてる人がいて、はい、なんかスタッフの人がに作ってもらうじゃん、例えば試食を、はい、その時にこっちはこう買いました、こっちはこうですとかって言って食べたら、はい、もうね、人間って先入観が入るわけ、はい、だから絶対に試食っていうのはもうブラインド、これ鉄則ね、はい、で、あともう一個大事なこと、このブラインドにして食べるでしょ、はい、そしたら今の味と変えた味を食べるじゃん、はい、そしたら今の味はどっちだっていう、これ当てるゲームだって今度は勘違いするやつ、はい、でもそうじゃなくて今の味より美味しいのはどっちだっていう風にして、今のよりもより美味しくなる方を選ぶっていうことをブラインドでやるっていうことが、これ試食するときに俺一番大事なことだと俺は思ってるね。要は既存のものと変えたものがどっちか分かんない状態で食べます。これね、ものすごく重要よ。みんなね、結構店主さんの試食の仕方とかってよく見るんだけど、はい、見てると結構聞いてから食べてる。聞いて食べて何か意味あんのかなみたいな先入観しか入んないじゃん、はい、だから俺結構得意なのは感情を抜くことが得意だから、はい、感情を抜いてそのもの自体がうまいかまずいか、はい、あとこの環境とか、はい、例えばラーメン屋の空気感ってあるでしょ、うん、この空気感もさっぴいて、はい、もう本当無機質な事務所あるじゃん、事務所でこのラーメンを食べても本当に美味しいのかなっていうところまで考えながら食べて、それでも美味しいと思えるものじゃなかったらやっぱ商品化しないとかね、はい、そういうのすごい大事なもの、はい、感情が入っちゃいけないって言いますもんね。そうそう、感情入れちゃダメなんだ。そうですね、そう、ここは100年の歴史があるここで食べてるとかを全部さっぴくんですよね。さっぴく、ただし、はい、俺らはやっぱそのプロだから、はい、まずそういうふうに味見をしなきゃいけない、はい、だけど今度はお客さんの立場になって食べに行った時はそのラーメン自体も食べるけれども、プラスアルファとしてその歴史とか店の雰囲気、空気感っていうのを加点してこのラーメンはどうかなっていうことを見ることも一方では大事なことなんですね、はい、だけどこと試食に関して言うと、そこを含めて俺らが試食をしてしまうとラーメンそのものの味がやっぱブレるっていうかね、弱くなることもあるから、そこはやっぱ俺らは気をつけながら試食をしようと、はい、まあそういうことだね、はい、はい、勉強になります。俺ね、はい、もう昔からそうなんだけど、いつ味がブレるかっていうのが不安でしょうがなかったの、はい、だから朝から夜まで何にも食べない、はい、でどこかの店で味がブレてるんで見てくださいって言われた時にお腹空いてる状態で食べないと純粋な味がわからないから、はい、結構ね俺朝から夜まで食べなくても平気っていうのが習慣になっちゃってて、はい、
じゃあなんでこんな太ってるんだっていう感じ。そんなことないですよ。そうだよ、はい、そんなことないですよ。そうだよ、はい、今何時だこれ。夕方の4時ぐらいだけど、はい、俺ねドーナツ1個しか食べてない。自分何も食べてないです。あ、コーヒーだけ。そうだ、はい、それはそうだよ。怒られるから、強烈に怒られるから。パワハラが強烈に怒られるから。ぜひですね、あの試食するときは、はい、ラーメン屋の皆さんお腹を空かした状態で感情を抜いて、感情を抜いてぜひ召し上がっていただきたいと。でブラインドで、ブラインドで、はい、ただ、はい、俺もだいぶ歴経つでしょ、ラーメン屋って。だいぶですね。だからそうするとね、お腹がいっぱいの状態でも試食して分かるようになっちゃった。もう最近は脳みそを空腹な状態まで持ってこさせられる。つまりお腹がいっぱいでも今空腹だって脳に言い聞かせて、食べてこれくらいだからあ大丈夫だなとかって分かるようになる。もうでもね、それは相当なキャリア積んでいかないと見れば分かりますね。見れば分かる。そうだということ、はいはい、じゃあもうちょっとラーメン待ちたいと思います。はい、はい、行くよ、慎太郎。今日はね、姉さん。あ、姉さん、姉さん。お待たせいたしました。来た。雑なチャーシューでいいね、結構な。はい、失礼いたします。ちょっと先に行かせてもらいます。この差を感じないと。でも心の底でどっかでまた行きたいなっていう店になるかならないかのこの微妙な差。これはもうすぐ分かる。超微妙だなこれ。多分普通に試食したら多分これ同じに感じちゃう。絶対分かんないですね。うん、こっちが変えてる。うん、一個好きに変えよう。はい、こっちでしょ。そうです、さすが。目印に、うん、新しいのにの下には、うん、食券入ってる、うん、本当っすか。本当っすか。いくよ、はい、3、2、1。おっとおっとこの微妙な差です。よし、これでいこう。はいね、はい、ちょっと姉さんさ、あのちょうど1ヶ月じゃん、はい、あの売り上げの方を、売り上げをやっぱみんな聞きたいと思う。そこが一番気になる。そこは一番気になる。だってそれ大事なんだって、商売だもん。そうですね、うん、俺らだってさ、こんだけ手伝ってきて、はい、結果が出なかったらバカ丸出しじゃんね。そうですね、うん、ということで教えてもらってもいい？はい、よし、じゃあ一回勝たそう。ありがとうございました。はい、いやーカズ、はい、やっぱ上手くなってたな。やっぱり先輩、うん、なんだかんだもう、うん、7、8回、いや、10回以上書いてるよね。はい、慎太郎が、はい、ちょ姉さんがいないときに俺らが来てちょっともうちょっと味濃するぞって言ったら、ちょっとね、なんかええー、みたいなことしたやつ。こんなにやるんですかみたいな。ここまでやんなきゃいけないんですかみたいな。ここまでやるんですよね。やるんだよ、やるの。そうです。でもようやくこれで味落ち着いたと思う、はい、今回の味でずっといければ、はい、さっき食べた味でずっといければ、はいはい、俺ね、かなりいい店だ。ありがとうございます。で、とうとう1ヶ月経ちました、はい、オープンから。で、11月の7日から12月の6日までの売り上げをね、はい、やっぱ皆さんこうちょっと気になって。それが一番気になって。一番気になって。じゃあまず、そもそもが200万弱みたいな話を前の動画で聞いてたんだけど、はい、実際はきちっとこう調べてもらったんでね、はい、今までの売り上げがいくらぐらいだったのか、過去は野上さんの時は、うん、の騎馬店が、うん、150くらい。150万、じゃあまあ、うん、ごめんね、ちょっと言い方、言葉選ばせて言うと常に赤字っていう感じかな、はい、それはね。なるほど。で、1ヶ月経ちました。はい、はい、じゃあ発表を。でん850万です。850万。ありがとうございます。年間5倍以上いったってことね。はい、すごいね。5倍以上だよ。しかもこれ年間、うん、
これのペースです。1億ペースだよ。まあとはいえ、はい、最初の1ヶ月だから俺多分ここから少し落ちると思う、はい、正直、はい、だからこれまた2ヶ月目とか3ヶ月目もちょっと報告できたら3ヶ月目ぐらいまでは追って皆さんにきちっと報告して、2ヶ月目3ヶ月目そう、それでね逆に今困ってる方とかいるじゃん、別にラーメン屋さんじゃなくても、はい、居酒屋さんでもいろんな業種の方で困ってらっしゃる方とか、はい、そういう方にもう夢があるじゃない。夢だって150万だよ。850万でしょ。700万アップですからね。でしかも、はい、しかもこの店最上川さんってラーメン屋さんやってて、海藻っていうかその豚と油っていうのを買えるのにいくらぐらいかかったっけ。300万弱。2ヶ月回収だね。2ヶ月回収できるこのペースで。早いだから、こっからやっぱり2ヶ月目、はい、3ヶ月目追って逆にこれを僕たちもやってみたいっていう人は、うん、ぜひ、うん、俺はね、うん、DM にそうだな、ちょっと DM をぜひいただければ。でも、うん、面白いよねこれ ね企画として。色気のお店で150万って、うん、なかなかっすよ。でもバリオが超えてないんじゃない。余裕で超えてる、余裕で超えてる。え、バリオさん、ちょっと嫉妬しちゃって。姉さんも、慎太郎くんも、姉さんと慎太郎頑張った。でもあと佐藤くんも頑張ったよ、はい、うん、そうだね。まあそこの3人の頑張りと、あと家族の支えがあって、はい、豚と油っていうのはとりあえず1ヶ月はうまくいってると思う。でもこっから先やっぱラーメン屋さん気抜いたらどこで落ちるかわからないから、そうですね、これを維持できるようにやっぱね、ぜひ頑張ってもらいたい。はい、はい、ということでですね、本日は豚と油さんの1ヶ月目に、訪問してみました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。